遠隔操作してハンハンを作ってもらうことはできるのか。もう10歩進もう。私はこれ嫌いだな。ここでやめときゃいいのにね。うわー、なにこれ、え、めちゃくちゃうまそうじゃん。皆さんこんにちは、シトアナンです。今日は寒いね。寒い日はお鍋が食べたくなるということで、なんか歌が聞こえる。いやー、今日もモテちゃってつらいな。あの、もしかしてピーナッツくんですか。ああ、アノンじゃねえか、久しぶりだな。そうだね、どうしたのこんなところで。いやー、今日も僕の可愛い子猫ちゃんたちをひいひい言わせてたところさ。じゃあ、また会おうぜ。待って、ピーナッツくん、私、まだ諦めてないよ。バチェラーの時からまだ引きずってんのか。もう終わった話さ。ダメ、また会えたからコラボ撮影してもいいかな。ったく、人気者はつれえぜ。というわけで、特別ゲストのピーナッツくんです。こんにちは、ピーナッツくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。いや、お久しぶりですね。あの、いや、もうほんと振られて何年経ったのって話なんですけど。いや、なんなんだよ。あの、僕はまだちゃんと見てるぞ、アノンのことを。そうだね、なんかさっきそういうこと言ってくれてちょっとドキドキしちゃった。これちょっと私の心に春が来ちゃいましたみたいな感じなんですけど。いやいやいや、なんかね、いっぱいなんか料理とかお作りになってすごいね。ありがとう、ピーナッツくん、見ててくれて。はい、もう照れちゃった、照れちゃったから次行くね。お前、今回ピーナッツくんがなんでいるかというのはね、はい、ポンポコちゃんとコラボ数を競ってるんだよね、確か。いや、そうなんですよ。今ちょっとポンポコさんとどっちがコラボを多くできるかっていうのを競っているんですよ。で、そこでアノンさんにね、ちょっとお誘いいただいて、ちょっとお邪魔している形になっております。ありがとうございます。ということで、今日のコラボ企画は、ピーナッツくんは振った女を遠隔操作して全く知らないスーパーの食材を買わせた上、理想のチャーハンを作ってもらうことはできるのか。よいしょ。すごいタイトル。こちらの企画はですね、まず指示役と操作される役の2人に分かれます。はい、指示役をピーナッツくん、操作される役をアノンがやります。はい、ピーナッツくんには待機してもらって、アノンはとあるスーパーへ向かいます。スーパーに到着した後、ピーナッツくんにお電話をしますので、はい、アノンを通話で指示して商品の位置まで導いてください。ただこの状態だと何も情報がないので、はい、ピーナッツくんにはこちらをお渡しします。あ、はいはいはい、じゃーん、コーナー名を隠したスーパーのフロアマップです。あ、これを見ながら大まかな色でなんとなく肉はここかな、野菜はここかなと位置を予測して私に指示を出してください。わあ、はあ、難しいよ、超難しいからね。そして今回ルールが5つあります。指示役は電話で買い出し役に指示を出す、はい、作る料理は今回はチャーハンにします。チャーハンか。指示役は商品名を言うのは NG です、はい、どこにいると場所を聞くのも NG です。はははは。購入する商品は野菜、肉、調味料、その他の4品とします。はい、どうでしょう、わかりましたか。まあ、とにかく美味しいチャーハンを作るためにアノンを操作してスーパーを把握しないといけないんだよね。ピーナッツくん、自信ある？いや、なんかね、これはアノンのことをどれだけ想像できるかっていう勝負になる気がするわ。なんか、そっか、お前のことをずっと考える時間ができて本当嬉しいよ。やる気が出ちゃった、よっしゃ、やるぞー。あー、スーパーの入り口に到着しました。はい、お疲れ様です。じゃあもうここから指示出していきますよ。じゃあとりあえずそのまんままっすぐ10歩ぐらい進んでください。わかりました。あ、すごい、全然わかんないな。7、8、9、10、10歩です。まずはちょっと、はい、野菜だよね多分。今10歩進んだ。いや、ちょっとね、あんまりこう、やっぱシンプルなチャーハンが食べたいんだよ。なんかこう、
ゴツゴツしたチャーハン食べたくないから、本当に僕の思い描くシンプルな材料を買わせていくからね、今から。じゃあちょっと右向いていただいて。はい、右。右向いて5歩進んで。はい、はい、5歩進みました。左向いて10歩。9、10。はい。はい。もう結構進んだよね。そうだね。そこの右手にある商品棚。はい。右手に商品棚あるよね。あります。あります。で、それの一番上の左端、はい、それ取ってください。はい。お野菜。まあ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 。まあまあまあ。私はこれ嫌いだな。はい。次。嫌い？まずは野菜クリアしたので、ちょっとお肉いきますよ。まっすぐ突き当たりまで進む。これ OK？ はい、OK、OK です。突き当たりまで進んでください。はい、進みました。めちゃくちゃ見えてる。うわ、めちゃくちゃ見える。アノン、お前の行動が全部見えるぞ。変態みたいじゃん、それ。全部見えてる。本当、パンツの色もわかるんじゃない？そしたら。アノン。ごめんごめん、なんだっけ？そんなことしてる場合じゃねえだろ。あの、おい、左向いて10歩進んでください、うん、はい。そこの右手、目の前にあるやつを取ってください。はい、お肉、お肉完了。あと調味料。はい、調味料重要だよ。これどこに調味料の棚があるかだよね。調味料はこの真ん中の細かい棚に、棚の方に行くので、進行方向左向いていただいて 10歩進んでください。本気？本気だよ。もう笑いが止まらないんだけど。はい、どうぞ。いや、ちょっとなんか10歩進んで、いや、もう10歩進もう、うん、はい。右行ける？行けないね。じゃあちょっと右行けるところまで進んで、はい、右に5歩、もう一回右に5歩。はい、行けません。棚にぶつかります。じゃあもう棚があるんだね、そこに。棚がある。棚の3段目の左から10個。10個。これあれだと思うんだよな。なんかすごい袋が。いや、何も言わない。はい。この他ね、チャーハンに入ってて嬉しいもの。なんかちょっとピリッとするものを入れたいかもな。さすがピナス君。はい、任せてください。左向いて突き当たりまで進んでください。はい、で、もう一回左向いて10歩。10歩、はい。もう一回左で10歩、前に3歩、3歩進んで。3歩、はい。じゃ左手の棚ある、はい、今。あ、あります。じゃあそっから一番上の目の前のやつをゲットするんだ。はい、買いました、買いました。完成。はい、完成、イエーイ。完成。いやー、ちょっとこれ僕の中では結構完璧に見えてたよ。本当に？じゃあ、はい、また帰るから楽しみに待っててね。気をつけて帰ってくるなっつよ。結果発表！イエーイ！パチパチパチ！いやー、お疲れ様です。お疲れ様です。美味しいチャーハンできましたか？見た目はめちゃくちゃ美味しそうなのができました。見た目は。いや、見た目も重要ですからね。じゃあ僕の理想のチャーハン、刻みネギと牛肉のちょっとピリ辛なチャーハンをお願いします。こちらです。おー、え、なにこれ。え、美味しそうだよね。めちゃくちゃうまそうじゃん。早速調理開始。いや、これも優勝でしょ。これは味の要になると思う。よいしょ、ドン。なんとも言えないですね。うーって思うんだけど、まあ、うーって思うじゃん。ここでやめときゃいいのにね。こちら、バ
クチーと、パクチー、牛肉と、牛肉、ああ、コーンビーフと、コーンビーフ、ガムシロップのチャーハンです。いらない、最後いらない。いや、惜しかったよ、惜しかった。最後なんだ。ピーナッツくんさ、途中でさ、はい、棚さ、左から10番目のものを取ってって言ったじゃない。はいはいはい、はい、5番目までだったらお塩だったの。うわー、で、6から10がさ、どうだった。いやもう、ほら、えー、って思って。なんだそのスーパー、スーパーが悪いんじゃないか。塩と砂糖を同じところに置くなんて。うわー、でも見た目めちゃくちゃうまそうですね。そうだね、うんうん。じゃあ、ね、食べてみようかな。はい、ちょっと。パクチーもね。うん。ちょっと食べてください。あー、臭い。ちょっと待って、すごい匂いだよこれ。あ、味はね、結構美味しい気がするな。臭い。臭い。パクチーが臭い。臭くて味はない。最悪だ。ただ、はい、あの、お肉が最高級和牛で、うわそれと一緒に食べると、あの、油の感じも相まって高級な味になります。いや、肉は狙い通りだな。途中まですごく良かった。パクチーの横にネギあったから。うわ、ほら、こちら正解のフロアマップですね。はじめ野菜行って、ここでネギをゲットする予定で、あ、お肉ね。エリアとしてはすごいちゃんと当たっててびっくりした。いやだよね、本当に肉取ってる時にアノンの行動すべてが見えるよって言われた時に、うん、ヒーって思った。ヒーバレてるって思った。なんだよ、見えてたのにな。なんか見た目だけはなんかなんとなく成立してて嬉しいわ、うん、美味しくできたと思うよ、見た目だけは。はい、じゃあピーナッツ、私を操作してくれてありがとう、はい、じゃあ締めますかね、はい、というわけで遠隔操作企画いかがでしたでしょうか。アノンのこと結構見えてたんだけど、最終的にガムシロップがいらなかったっていうのがね、本当に後悔しています。そうだね、途中まで完璧だって私も思って、この人見えてる、本当にパンツの色わかるんじゃないかなみたいな、そんなレベルだったんだけど、もうその勢いだったよ本当に、うんうん、ちなみに今日のパンツの色は、今日君と会うから気合を入れて黒にしてきたよ。アノン。じゃあもう恥ずかしいから、はい、ありがとうございます。はい、というわけで今から家行っていいか。ダメだよ、ダメダメダメ。ありがとうございます。とっても楽しかったです。ぜひぜひ。こちらこそ。見てるみんなも真似してみたらいいと思うよ。楽しいから。そうだね。うん、いや楽しいよ。ちょっと思いのほかね、やっぱ、うん、スーパーを想像しますからね。またお邪魔しに行きたいな。でも、オフコラボ待ってるね。というわけで、今回のゲストは、ピーナッツくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ピーナッツくんのチャンネルは概要欄にあるから、みんなじゃんじゃん登録してね。はい、では、せーの。